it. いつからいなくなったんですか。今朝電話をしたら出ない。いいか、あんたたちがまさ子を娘だ母だと言って追い回すから失踪したんだ。置き手紙でもあったんですか。ないそんなものは。それじゃあ帰ってくるんじゃありませんか。 こうなることが分かってたんだ。あんたたちが現れてからまさかは神経質になってた。人を疑おうとしなかったもんなんだ。私のような男でも信じてくれた。記憶がない女が一人で生きていけるはずがない。 私はまさかを探し出す。<笑>母子手帳どうしましたかね。 母子手帳。あの人が大事に持っていた母子手帳です。あの洋ダンスの一番上の引き出しに。ない。 そんなものはない。なんであんなもん持ってたんだ。 人が会いなくなりました。身元を引き受け人になっているあの男から連絡があってマンションに行ってみましたが失踪したらしいんです。どうして失踪したとわかるんですか。あの男が言うにはここのところ雅子さんは神経質になっていた。だから失踪したのだろうと。それじゃあまた帰ってくるかもしれないわ。そうでしょうママ。いや、あの人は帰ってこないと思います。 母子手帳がなくなっている。持って行ったんです。
それは二度と帰らない気持ちの表れです。あの人は奥さんとお嬢さんに感謝していたんです。本当の家族のように振る舞っていただいて。それでも記憶がよみがえらない自分に苦しくなり、思い出としてあの母子手帳を持って失踪した。帰ってきます。あの人はあの母子手帳を大事にしてくれている限り、あの人と私たちの間が他人になったわけではありません。必ずあの人は帰ってきます。ママは本当にあの人私のお母さんだと思っていたの？それともそう信じたかっただけ？神様だったのね、あの人は。ふと現れて、ふと消えてしまう神様。ご覧なさい、見えるでしょ。ほら、女の子の影が。聞こえるでしょ、あの声。無邪気に遊んでいること。あれは幼かった頃の美和。いいえ、夏樹、あなた。いいえ、やがてあなたが産む子供の影だわ。Thank you.